どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな人でもあっという間にこのウクレレで音楽楽しめるよということでレッスン動画バンバン公開してます。皆さん音楽始めていきましょう。さあ今日も G ラボのブラックビューティーウクレレと初めてウクレレ、これを使って、レッスン始めていきましょう。今日取り上げたい曲はなかなかすげえ勢いのパワフルソングいきます。はい、こちらドーン、新しい学校のリーダーズの大人ブルー。これもうね、ガズさんもう新しい学校のリーダーズ大好きなんですよ。これはね、やばいです。世界中で旋風を巻き起こしそうなんで、どえらい女性4人の、グループが誕生しております、皆さん。これちょっと調べていただいたらわかるんですけどね、もうダンスが、歌が、もう、やばい、とにかくやばい。歌もダンスも歌詞も曲もやばいです。はい、もうね、たまらないです。昭和歌謡曲と、女子高生とダンスと、もうなんかね、もう理解不能なすごいアートです。はい。その新しい学校のリーダーズの、まあ代表曲の一つ、大人ブルー。これはですね、まさにね、山本リンダさんをこうね、彷彿させる、もう昭和のこう、なんつんだろう、あの感じ。めちゃ素敵なんです。取り組んでいきましょう。レッスン始める前に、はい、この音が今度出ます。2月15日発売、キッズとワイワイしましょう。ただいま大好評予約受付中と、3月12日に、この本の出版を記念したイベントが渋谷のタワーレコードであります。入場無料。ぜひ皆さんご参加ください。本のこととイベントの詳細は概要欄に貼っておきます。さあ、本日のレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきますよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりいきます。コードもね、なかなかおしゃれなコードですけど、簡単にしてますよ。後半はかっこいいバージョン。後半のかっこいいバージョンはもうキレッキレのあの16ビートのディスコのようなファンキーなようなもうかっこいいバージョンはね切れてますからね。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。皆さん私音楽不器用できっと無理だと思います。音楽楽器チャレンジしたけどできなかったですという方、ガズレレだったらすぐできますからね。世界で一番簡単なウクレレ教室、どんな方でもすぐできます。やってみたいなと思った方、概要欄にウクレレの始め方、URL 載ってます。そこのプログラムに沿って動画見ながら触ってたらすぐできますからね。始めていってください。そしてこのガズレレではですね、課題曲も2000曲ぐらい取り上げてるんですよ。ある程度基本を学んだらやっぱどんどん自分が好きな曲をやって、それで練習した方がいいと思うんですね。そんな時に、皆さんの大好きな曲とスペースガズレレというような感じで YouTube で検索するときっと出てくると思います。自分の好きな曲でどんどん音楽盛り上げていきましょう。さあそれではやっていきましょう。新しい学校のリーダーズ大人ブルー、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。大人ブルーセイロー、1、2、3、はい。わかってる、欲しいでしょ。それはやかな、この唇柔らおと僕たち引き寄せる息をの踊り甘い蜜。
しい学校のリーダーズ大人ぶるガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。イエーイ。やたらテンションが上がるというね、なんでしょうか、あのギャップ。この歌をですね、もうなんかセーラー服を着た女の子が歌っている、真面目そうな女の子が歌っていると、あれもうたまらない感じなんですけどね。はい、今このガズレレアレンジバージョンは新しい学校のリーダーズの YouTube でショートカットバージョンっていうのが上がっていまして、それを参考にしてちょっとサビもう一回繰り返したよというガズレレオリジナルのアレンジさせていただいております。まずね、これで取り組んでみました。ここだけでもかなりね、面白い、もうやりがいたっぷりのね曲になってますんで、今やったらめちゃくちゃね、なんかこれでわーってなる可能性ありますよ。しかも名曲でね、自分が夢中になっちゃうんで、おすすめです。ガズレレのね、動画には歌詞とコード出ているんで、それでまあ、動画を見ながらね、ウクレレ練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としては、今のシンプル簡単バージョンと一緒に演奏できたら、素晴らしいと思います。ゴール達成おめでとうございます。できるようになったという方は次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これがね、できるようになるのが素晴らしいと思うんですけれども、最初から歌詞とコードを丸暗記するのはなかなか難しいですからね。楽譜を見ながら練習するのがいいと思います。楽譜をね、見ながら何回も何回もやってるうちに覚えちゃってですね、なんかこう友達の前でいきなりこの歌をね、この、歌うわけですよ。そのうちじゃなくて、そのうちじゃな、この首の動きがもうやりたい。そのうちじゃなくてっていうね、ダンスが切る。まあ、そんな感じ、いずれは覚えちゃってやるのがいいと思うんですけどね。でもその楽譜ってどこにあるんでしょうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏は、ガズのこの手書きノートに書いた、この楽譜を見ながら、今演奏していったんですよ。これイントロのところね、これちょっと後で解説しますけど、解説するけど、さっき見たテロップちょっと見ながらもう一回ね、後でやってみましょう。もうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の大人ブルーを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なガズのノートストックの中から、毎月5曲、皆さんがこの曲いいな、この曲やってみたいみたいなお選びいただいて、すぐさまデジタルデータとして手書き楽譜ノートの、ね、データがですね、ダウンロードしていただけるという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブにはですね、楽譜のダウンロード以外にも楽しいコンテンツ盛りだくさんなんです。まずはですね、毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーが参加できる、ガズオンというですね、オンラインライブセッション大会が毎月2回行われているんですよ。課題曲を見てみんなでワイワイ世界中で盛り上がる、これ最高な体験でございます。そしてね、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあったりとか、皆さんの演奏動画をアップロードできる Facebook の非公開ページ、そこでもいろいろね、スタッフとか僕の、投稿があったりとかしてね、かなり面白いね、村まんまのオンライン上の村みたいになってますんでね、ぜひ概要欄に貼っておくのでチェックしておいてください。あとこのね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学は今ね、見ていただいている YouTube のメンバーシッププログラムというのを使ってまして、毎月590円で週に2回の、毎週2回のライブ配信による濃厚解説レッスン、みんなでチャットでリアルタイムでやりながらやってます。課題とか課題曲を決めてみんなで深掘っていくんですけど、これ大学なのでね、かなりね、深いとこまでやっております。16ビートぐらいができるようになって入ってくれた方が面白いと思いますよ。こっちも概要欄に詳細貼っとくんで見といてください。そしてガズさん、毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というアプリでどなたでもいつでも無料で聞ける、めちゃくちゃ役に立ってものすごく楽しい、そしていい話満載のラジオ配信ガズラジ、皆さんぜひこれも聞いてください。365日やってますよと。はい、今ご紹介したこの3つのコンテンツ概要欄に貼ってあるんでぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。大人ブルー、新しい学校のリーダーズ、かっこいい。はい、ショートバージョンってことなんですけど、このイントロのとこなんですけど、これね、ちょっとね、このタブフっていうのを使って書いたんですけど、テロップみたいに、2弦の0フレット、2弦の3フレット、1弦の0フレット、1弦の2フレットってやった方が分かりやすければいいと思うんですけど、ちょっと後でこれも解説していきます。そして、ここでイントロが、でってってってーれって、ノリノリの前奏が始まって、ここで止まると。ここに矢印書いてありますね。これは、かっこいいバージョンで、ここでピッとこうね、シンコペーションといって、リズム食い込むよというね、決めが入ります。止まります。こんな感じで書いてあります。あとね、ここ見てもらいたいんですけど、こことかここ。下にくるっと書いて、コードが変わっているやつは、下の段はかっこいいバージョンですからね。上の段は今やった、上の段はね、今やったシンプル簡単バージョンということになっております。はい、こうやって写しておくので、皆さんお時間ある方、書いていってみてください。まずはイントロと1番と感想ぐらいかな。そして今、紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜のダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効でございまして、ガズのノートの特徴を見てください。はい、ここの上に、言葉の上に、点があるじゃないですか。点とか V が。これをね、これでリズムが分かるようになってるんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。わかてるー。はい。この輪の上に入れて、ここがリズム。
欲しいんでしょ。はい。ここで見ると、で、こことかはさ、この唇、この、のの上に点があるんですよね。この唇。これでリズムが分かったり、歌詞カードには出てこない、こう伸ばしてるって表記が出てきたりね。かなりこのノートはね、分かりやすいんでね。ぜひ、ガズクラブもご活用ください。お時間ある方はこの通りに書くといいと思います。一時停止で1番の感想まで。はい、そして、2番いきましょう。いいですか？一時停止ね。はい。で、サビですね。ここがね、もうあのダンスやりたいんだよな、あれ難しいっつうか、なんでしょう、あの動きもやばいんですよ。はい、そしてここまでやったら、ここ間奏でまたイントロと同じ Am4 回やって、止まって、またサビ繰り返す。これがガズレアレンジです。で、もう一回こういう風にやって、最後ここまで来たら、最後ここまで来たら、ここ見てください。オートナーブル、ここ、てんてんてんって書いてあって、これ最後はね、伸ばすよ、みたいな感じで。まあ、これはテロップとかね、演奏動画でちょっと確認してやってみてください。これがガズレレアレンジになってます。では、出てくるコード見ていきましょう。今日は、赤く囲ってるやつはね、これかっこいいバージョンで出てくるんで、今ね、やったシンプル簡単バージョン、ここに映ってる8個のコードです。見ていきましょう。Am、C、F、Dm、G7、E7、Em7、D7 の8個。8個か、ちょっとコード多そうだなと思うかもしれないんですけど、これはね、今映ってるコードはめちゃくちゃ簡単な入門コードなんですよ。はい、ガズレレでは、これは入門コードのグループ、すなわちこれになっております。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループの名前なんです。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃ簡単だけど、いっぺんに10個覚えようと思うとごちゃごちゃになるんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄にガズレレ必須コードの、URL に載っけとくんで、楽しく動画で覚えていきましょう。楽しいですよ、これは。はい。そんなわけで、まずはですね、この今シンプル簡単バージョンやってみたんですけど、やっぱりこれね、結構言葉のノリも大事っていうのがあって、サビ、そのうちじゃなくて、今すぐがいいの、この言葉のこのスタッカートというか、この、ダダダダダンダンダン、言葉でもリズムを生み出す、こんなような感じでですね、そうすると4つ弾きでもね、結構いい感じでできると思います。そして、ちょっと注目のこのイントロのフレーズというか、単音になったんですけど、さっきのね、テロップ出しますけど、2弦の0、パン。はい、2弦の3、パン。一弦の開放弦、ゼロフレット、パーン。その次一弦の二フレット、パーン。これだけですから、これ簡単。二弦のゼロ、二弦の三、一弦のゼロ、一弦の二。はい。これはね、ちょっとチャレンジしてみてください。これなんかこの、コードじゃなくて、この方がなんかね、ウクレレっぽくて可愛いっぽいかなと思って、ちょっとやってみました。ということでございます。これ簡単バージョンだけでもね、これかなりね、今熱いですからね、面白いと思いますよ。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはドーンとね、いきなりレベルアップしますからね、もうこれはもう山本リンダさんの、噂を信じちゃみたいな、もうね、あとバターキコさんの匂いも感じるという、ソウル&ファンキーなね、やばい曲なんですよ。はい、解説していきます。まずね、コード1個だけ B7 が一瞬出てきます。 B7 っていうコードは押さえると、これはこことこことここ1弦も弾きます。こうですよ。はい、切ないコード。これね、この B7 の前のコードが Am じゃないですか。この Am から B7 行ってみたら、この B7 のね、この押さえづらさが分かると思う。一回、ネックから離れるんですよ、手が。だからまあ、離れないの、ここでスライド、ここでね、ネックをスライドさせたり、Am までこうずらすようなイメージでやったりするといいかもしれない。ちょっとここね、トレーニング、B7 のトレーニングしてやってみてください。そして、今日のリズムですね。今日はやっぱりポイントになるのリズム。今日出てくるリズムはこれ、ドン。16ビートのチャット、カッティング。しかもこれファンキーソウルフルでちょっと跳ねてるね。かなり勢いがあるやつなんです。これはぜひ皆さん取り組んでもらいたいなと思うんですけど、今日はね、まさに、この以前撮ったこの動画がめちゃくちゃ参考になると思います。合わせてご紹介させていただきたいんですけど、この16ビートのチャとカッティングが混ざったこれ、弾き方解説、濃厚にしてます。概要欄に貼っておきますんで、まずね、基本的な弾き方、16ビートのチャとカッティングは、ウクレレの、ガズレレでウクレレでできるいろんなリズムっていうね、URL のところに解説動画があります。そしてこのファンキーなこのグルーブを生み出すやつは別でね、リンク貼っておくんで、ちょっとねリズムトレーニングやってみてください。今日はねかなりね、これまず Am でそのリズムどんな感じかやってみましょうか。 1,2,3,4。こういうキレッキレな、もうドラムで言うとドン、パッ、パス、ドン、パッ、ブー、パッ、パス、ツッタカ、ブー、こういう感じです。
もうファンキーでソウルフルでグルービーで、もうブラックミュージックみたいな感じで行きたいんですよ。これはなかなかですね、ちょっとね、このレベルは難しいですよ。でも楽しいです。ゆっくり階段を一段一段登っていったらこういうリズムできるようになります。さっきのリンク貼ってるところでね、ちょっと基本から応用編まで、やってみてくださいということですね。で、ちょっとこれ、イントロのさっきと違って、もうちょっとね、イントロの単音のところにこだわると思います。ちょっとリズムがね、シンコペーションで前に食い込み気味なんですよ。じゃあちょっとイントロのね、単音のところやってみますよ。わあ、大人ブルー、せーの、ダッツ、ダッツ、ダッツ、ダーン、こういうリズムです。ちょっとリズムわかります。ワン、ツー、スリー、フォー、ダッツ、ダッツ、ダッツ、ダーン、タン、タン。裏で来てますよね。もう一回練習。せーの、ダッツ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 、ツツツツ、こういうリズムです。もう一回練習。ワン、ツー、スリー、フォー、ゼロ、ツツ、サン、ツツ、ゼロ、ツツ、ニー、ツツツツツ。はい。このタイミング。これでやると結構かっこいいかなと。そして、ワン、ツー、スリー、フォーで、Aマイナーのリズムに入っていくと。で、このシンコペーションマークで止まるっていうのが出てくるんで、ちょっとここやってみましょうか。じゃあ、頭からいきますよ。大人ブルー、せーの。ワン、ツー、スリー、フォー。はい。この止まるとこシンコペーションなんですけど、16ビートのチャのシンコペーションなんで、ダウンで止まりますね。ちょっと後半だけやってみます。で、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 ダッ、ダン、ダン、ダン。わかった？はい。この辺がちょっと止まるポイントがね、ちょっと難しいですよ。慣れないと。で、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 ダン。わかってると入っていきます。このリズム、基本的にはさっきやったあの超ファンキービートがずっと続いていくわけですからね。面白い。ということです。で、ちょっとキメが入ってきます。ちょっとね、これかっこいいキメなんで、ちょっとやってみようと思うんですけど、1番の一番最後ね。息を飲むほどに甘い蜜のところです。息を飲むほどに甘い蜜。かっこいいですよ、これ。もう一回いきます。歌わずにいきます。せーの。リズムは難しいです。F と E7 は普通で、E7 やったら Am を一回弾きますね。弾いたらすぐに止める。Am 弾いてすぐ止めたまんま1弦の030。このタイミングが難しいです。Am030。はい。こんな感じです。結構難しい。ガズさんの手見てください。右手特に。バーって止めた時にもう次で人差し指で030。息を飲むほどに甘い蜜。ここ一瞬芸ですけど、めちゃかっこいい。これほんとね、原曲がベースラインが入ってるような感じでしたね。これはね、ちょっとね、こだわってます。もう一回行こうか、ゆっくりね。息を飲むほどに甘い蜜。はい。ぜひ取り組んでみてください。一瞬芸ですけど、ちょっと難しかったら飲むほどに甘い蜜で止まっているでもかっこいいと思いますけど、んぱぱぱ、ぜひトライしてみてください。で、2番そのまま行くんですけど、あとタタタタとかそういうのでもわかると思います。じゃあサビに行きましょう。そのうちじゃなくて、ここ体もさ、こうやってやりたいんですよ。俺も本当は。これ難しいんだ、歌いながら弾くとね。ちょっとやってみましょう。今度ワンブロックコードが4つになりますからね。あんまり慌てずに行きましょう。せーの。そのうちじゃなくて、今すぐがいいの。はい、ここですね。かっこいいでしょ。Am7 Am7 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 Am7
恋に割れて、はい、ここら辺かっこいいね、泣きのね B7 が入るとね急にねこうキュンとくるんですね。このコードの響きも感じ取ってください。であとはこうずーっと行くんですけど、あ、そのそうですね、その後にね青いつぼみのままのところかな、ここをちょっとまあカッティングですね、カッティング入ってきます。サビの後半から行ってみようかな。見た目よりも深く歩ければ心ない、ここのバーンっていうのもいいですよね。次です、青いつぼみのまま伸ばす、今の青いここタッタッタッタ綺麗よくね、こういうのカッティングって言うんです、一瞬一瞬左手で音を止めてる、大人
ラブこんな感じでいきましょう。はい、シンプルなんですけど、この曲の速さが結構ね速いんですよね。この速さがまたこの曲のね、このファンキーグループをこう生んでると思うんですけど、なんかねこの速さにね翻弄されちゃってね、ちょっと決めが入るとわわわわってなりがちなんですけど、まあ難しさはめちゃくちゃゆっくり始めるのがいいと、ゆっくりから始めていって、あのスピード感に高めていくのがいいんじゃないかなと思います。そういうわけで、これなかなかねこのファンキーグルーヴキレッキレのねこのノリをキープしたまま最初から最後まで駆け抜けるの面白いんだけど、難易度はもちろん高いですよ。しかもこの歌気持ちがいい、これ歌うと歌うと気持ちがいい。なんでこの昭和歌謡っぽい歌っていうのはこんなに気持ちがいいんでしょうか。ぜひ皆さんご体感ください。気持ちよく歌ってください。あとはねやっぱりこの歌詞の世界はもちろんなんですけど、歌ってるあの女の子たちにとってのギャップがねすごいいいんですよ。その映像もね、あのこうちょっと皆さん YouTube でご覧になっていただいて、あの気分にひったりなるような体を動かして、もうダンスグループですからね、あの体からグルーヴを生み出して歌と、もうなんか深いんですよね。楽しんでいただければと思います。もうガズさんもめっちゃテンション上がってますからね。はい、じゃあ行きますよ。かっこいいバージョン、大人ブルー新しい学校のリーダーズ、やってみる。大人ブルーせーの、ワン2, 3, 4! わかってる、欲しいんでしょ、それから六千円をどこたち引きずる日々をの喉に甘い蜜、一人歩けばいいから、な視線が絡みつく目で、なにを期待してるの、そのうちじゃなくて今すぐがいいの、大人の恋に向かってて、見た目よりも濃くあどけらば心だけがな、先走る青いつぼみのまま、大人ブルー、そのうちじゃなくて今すぐがいいの、大人の恋に惹かれて、見た目よりも残るあどければ心だけがば先走る青いつぼみのまま、大人ブルー。新しい学校のリーダーズ、大人ブルーガズレレルかっこいいバージョンやってみました。もうね大好きです。あの僕ずっと見てるんですよね、海外でやられてるライブ、屋外野外ライブの新しい学校のリーダーズのライブの映像とかすごいですよ。もう踊りがもうねめちゃくちゃ切れてるんですよね。もうやばいです。とにかく最近ヒットしてるね、ミュージシャンだったんでガズのテンション上がってます。はい、皆さんぜひ挑戦してみてください。お知らせなんですけど、さっきも言ったようにこの本が出てるよというお知らせさっきもさせてもらったんですけどね、2月15発売予約受付中と、3月12日は新宿タワーレコードで、発売記念イベント入場無料ですよ。ちょっとね詳しいことを概要欄に貼っとくんでねお願いします。あと2023年はガズレレ生誕10周年ということで、5月に東京名古屋大阪でイベント開催なんですけど、東京大阪はソールドアウト、ありがとうございます。名古屋まだもう少しチケット、ご予約できるようですので、概要欄でぜひチェックしてみてください。そしてガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このねガズピアノというのをやってるんですよ。これガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね YouTube チャンネルも、これ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね、世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもあの YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですねかなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから祝さんも300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆さんスマホとかねタブレットにしていただきたいんですけど、あの
入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使っているこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子 T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。